結婚して3ヶ月。テンプレ通りの近距離別居外目だけがガン。今週、すでに、子供、襲撃されている平日は毎日来る。昨日も、散々文句言われて、旦那の好物のミネストローネを流しに流された。旦那ブチギレ。今までも、散々旦那に締められてきたのに反省の色なし。嘘は高い。また、今日も、また来てあげたわよ、とずうずうしくやってきたクソとめ。午前中で洗濯物を干そうとしていた私に、こんなにしわくちゃになるような洗い方して、あんたは洗濯もろくにできないのか、うんぬん。洗った直後はシワなんて当たり前なのに、何を行ってんだこのクソとめ、と思いつつもスルー。干し方もどうせ知らないでしょうから、私が教えてあげるわ、と。これっぽっちも役に立たない。おせっかいクソ止めの洗濯物講座スタート。しわくちゃになってしまったらこうやってパンパンって叩いてから干すのよ。わかった。今までのこともあり、柔軟剤やら洗剤にまで何から何までケチつけるクソ止めに私はキレた。私、わかりました、早速叩かせていただきます。年の割にしわしわなクソ止め56歳の顔を叩きながら言ってやった。あれれからこのシワはなかなか取れないですね、パンパン。さすが、お母さん、シワまで頑固なんですね、パンパンパン。お母さん、ズーズーしいからシワまでズーズーしいんですね、パンパンパン。私の技術じゃこのシワは取れないから、イロンでもかけましょうかね、パンパンパン。アイロンとアイロン台を用意してるうちに騒ぎながら帰って行ったけど、何か用事があったのかな。せっかくシワ伸ばす練習しようと思ったのに残念だな。来週も来てくれたら、今度こそはシワを伸ばす練習しなくっちゃ。旦那にメールしたところ、昨日の件もあってかグッジョブもらえました。でも嫁子は甘いぞ。あのシワは叩くだけじゃ伸びない。ロードローラー、アスファルト鳴らす大きい機械で伸ばすくらいしなきゃ、と仕事でロードローラーに乗ってる旦那は言っていました。